はあ。珍しいな。どうしたんだよ、落ち込んで。実は、試験に落ちちゃってさ。何の試験だよ。盗賊の試験。盗賊の？そう。もしメンバーになれたら、雲の中に数字が入ってるタトゥーする盗賊。おっと、それはあれだな。もし試験受けれてたとしたら、その時点ですごいわ。何が悪かったんだろう。僕、毛だらけだから、タトゥー入れるとしたら眼球しかないですって、面接で言ったことかな。おかしいだろ。うん、僕もそう思う。だって、入れるとしたら肉球にだって入れられたのに、眼球にしか無理ですなんて。そんなこと言わなきゃよかった。柔軟性がないと思われたと思う。だって、そういった時、紙になんか書いてたもん。え、そういう感じで面接されたんだ。わかるけど。自分が何か言った瞬間、紙に書かれるその感じ。どちらにしろ次のチャンスに向けて、オールバックにして、全身に包帯巻いて掃除機持とうと思う。意識しすぎてわけわかんないことになってる。エピソードトークを入社希望の会社に寄せすぎて、面接で尻滅裂なことを言う就活生みたいになってる。とにかく頑張るから応援してよ。いや、お前がそんなところ本当に入れたら、俺は縁を切るよ。じゃないと負けず食って絶対大変なことになる。それは握手だろ、やめろ。